抱え込むか、ちょっとひねるか、伸身でするか、全部できた方がいいです。はい、バク転パーソナル教室の谷俊太郎です。今日はいろんなバク宙参戦ということで、3ついろんなバク宙をやってみたいと思います。バク宙はいろんな種類がたくさんあるので、それを今日は3つだけ紹介したいと思います。ちょっと久しぶりなんでちょっと怖いんですけど、体を動かしながら今日はやっていきたいと思います。それでは今日の動画やっていきたいと思います。最後まで見てってください。頑張るぞ。では早速バク宙1つ目、一番シンプルな後方宙返りやってみたいと思います。今日は基本ロンダートっていう技を挟んで技をやりたいなと思ってます。回ってみます。ロンダートバク宙やりますね。一番後方のシンプルな技になります。抱え込み宙返りです。いきます。こういう感じです。高さが今のこのぐらいだったと思うんですけど、難しくなるとこれをひねったりとか体を伸ばしたりとかするっていう風になります。結構シンプルでかっこいい技になりますね。全然こっちでもできるような技ではあるんで、一番これをはじめバク宙って言ったら覚えるかなとは思います。体を引き上げて、ここに高いところに集まるっていう感じ。集まるときに体の姿勢がこういう感じ、お腹の力で足を持ってくるっていう感じになります。では次は着地の方向を変えてみたいなと思います。半分だけひねりたいと思います。こうすることでちょっと変わったって思うと思うんで、見てみてください。今の後方宙返りを半分ひねってこっち向きで着地します。いきます。こういう感じですね。こっち向きに着地しましたね。こっち向きだったのがこっち向き。多分これもスローで見てもらえば分かるんですけど、蹴った時に半分ひねってる、ひねって回ってる。前方宙返りに変わってる。前方宙返りは走ってもよくやりますよね。走ってこういう感じですね。技の難度的には今の1回ひねったらこっち向き、1回半ひねったらこっち向き、いわゆるロンダートから来て半分ってことは向こうになる、1回半ってなったら向こうになる、2回半ってなったら向こうになる、3回半ってなっても向こうになります。今のオリンピック選手とかは3回半とかやります。新体操だとそこまであんまりひねれる人はいないです。オリンピック選手、器械体操の内村航平さんとかっていうのは3回半からさらに技をつなげたりします。とんでもない技ですよね。僕今のは半分ですからね。そんな感じで成り立ってます。ロンダートから入ったらこうですね、こっち半分だったらこっち、1回ひねりだったらこっち、2回ひねりだったらこっち、3回ひねりだったらこっち、でも3回半だったらこっちってことですね。これでちょっと分かりやすく器械体操の床の技が分かってきたんじゃないですかね。では最後、伸身宙返り、体を伸ばす技ですね。一般の方だとこれが結構綺麗でかっこいいみたいな感じで多用しますね。何回ひねるよりも普通にシンプルに体伸ばした方が飛んでるみたいでかっこいいみたいな感じなんで、見てみてください。こういう感じです。体伸びてましたね。ダイナミックですよね。僕も結構身長高いんで、大きいとさらにでかっていう感じなんで、ちっちゃくなるとこういう感じだけど、大きくなるとこういう感じ。これも結構体をひねりやすいんで、こっちの方が抱え込んでるとちょっとひねりづらいじゃないですか。伸ばしてる方がひねりやすいんで、だいたいひねりの技は心身でやることが多いかもしれないですね。こんな感じですかね。皆さんどれが一番好きでした？抱え込むか、ちょっとひねるか、伸身でするか、全部できた方がいいです。今すごいちっちゃい子で、小学校ぐらいの子はもう全部練習してみた方がいいんじゃないのかなとなと思ってます。僕体が大きいんで実はそんな苦手なんですよ、タンブリング。怖いし、なんか自分重いからちっちゃい子に勝てないと思ってたんですけど、チームにはやっぱり必要なんで最低限僕でも練習をしていたんですけど、やっぱりちっちゃい頃はいっぱいタンブリング、これタンブリングって言うんですけど、タンブリングを練習した方がいいです。怖いけど挑戦した方がいいです。なんで諦めないで頑張って練習してみてほしいなと思ってます。この動画が良かったと思う方は高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、以上で今日の動画終わりたいと思います。ありがとうございました。